蒸気機関の模型、ヴィレスコ D161 ヴィレスコは、1912年創業で、ドイツのルーデンシャイトにある、世界最大級の模型蒸気機関メーカービルヘルム、シュローダー GMBH&CO の略称であり、ブランドである。ウィレスコは1912年、ビルヘルムシュローダー GMBH&CO、メトルフォアオレンファブリックラーデンシャイトとして、 ビルヘルム・シュローダーとエルンスとアートマンによって設立された。第一次世界大戦を経てアルミ製品を生産していた。1920年代初頭より、玩具や人形の生活道具の生産に進出した。1950年に模型蒸気機関と付属品類の生産に進出した。1966年には有名な蒸気ローラーで、あるオールドスモーキーを発売した。 これは、現在も生産されている。今日、ウィレスコは、世界最大の蒸気玩具生産者である。ウィレスコの商標は、ビルヘルム・シュローダー GMBH&CO に由来する。ありがとうございます。